おはようございます、本日も今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。ただいま時刻が9時10分。もうちょっとジムとか行って疲れたんで今から寝たいなと思いますが、ついさっきまで嫁と一緒に僕らの好きな家ついていていいですかを2人で1時間ぐらい見て、でもうビールも飲んだんで、あとはもう寝るだけかなと思うので、今からは寝ていきたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。ただいま7時50分、今から準備していきたいなと思います。今日は、特にまた予定が一日全く何もないので、とりあえず編集してジム行くだけの日常になると思いますが、ひとまず編集しに、ファミリーマートことオフィスに行きたいなと思います。そして出発前にですね、インスタをアップしておきます。今日の6時に動画アップしますよみたいな感じでアップしておきます。ただいまオフィスに向かってますが、オフィスに向かうこの道中ももうすっかり夏っぽくなっちゃって非常に暑いです。ここ最近ずっと編集ばっかりしてて全然サーフィン行けてないんで、そろそろサーフィン行き出すと思うんで、今週ぐらいからぼちぼち行くんですけど、動画にしないやつもあるんで、動画にするのはだいぶ先になるかもしれないです。早く海行きたいなーっていう感じですが、もうちょっとだけ頑張って編集しますかね。それではですね、オフィスがもうまた近づいてきたので、今日はアイスコーヒーの M サイズを買って頑張りたいなと思います。では行ってまいります。はい、それではですね、一旦帰ってきました。充電アダプター持っていくの忘れてたんで、もう充電がなくなったんで一旦帰ってきて、充電しながら、編集し終わったデータをアップロードしていこうかなと思います。ちょっと鼻が詰まってってなんかムズムズしますね。僕はよくこのパストリーゼっていうのでアルコール消毒をします。そしてついでに携帯もします。これはなんか食品用らしいので、一応口に入れても大丈夫なアルコールらしくて、害はないらしいので、僕は結構ガンガンこういう感じで、携帯とか結構なんかちょっと菌がすごいらしいので、なんか噂によるとトイレより汚いとかっていうのが携帯らしいって噂で聞いたことあるので、で一人暮らし始めてからもずっとこれを使っているっていうパストリーゼっていうアルコールになってますが、これは決して安全ではありませんが、皆さんおすすめです。今ですね、デニムの加工の動画をアップロードしてますが、こんな感じです。これがベースの動画で、そこにテロップがわんさか入ってるという状態です。こうやって拡大していくと分かりますが、わーっとこれだけテロップが入ってて、さらにこの下は BGM とか、あと効果音とかもちょくちょく入れてるっていう感じですね。ここですね。こんな感じ、はい、という感じの、もう細かいテロップをいっぱい入れて、なんとか僕の動画は完成してるという感じで、これが今まさに共有されてる最中という感じですね。で、2ギガぐらいあるのでちょっと重たいので、この間に朝散歩に行きたいなと思います。いや、朝散歩のためにセブン入れのコーヒーを買いに行ってるんですが、めちゃくちゃ暑いですね。そりゃこんだけ暑かったら熱中症になりますね。
僕あの普段引きこもってるパソコンオタクなんで、こんな青空のもと出たら多分1時間もしたらクラクラしてくると思うので、早くあのコーヒー買って朝散歩したいなと思います。それではいつもの朝散歩セットを持って始めたいなと思います。では始めます。はい、本日はですね、はい、それでは朝散歩終わって、もうちょっと歩いただけでヘトヘトになったんで、早く家に入りたいなと思います。よいしょ、ね、帰ってきました。今11時です。ちょっと暑いんで着替えます。はあ、着替えました。まあ大体でいいでしょう。それではですね、米が炊けるまでの間、セカンドチャンネルを撮っていきたいなと思います。いきます。はい、本日はですね、それでは無事セカンドチャンネルを3本撮ったので、一回昼休憩したいなと思います。ただいまが12時10分です。で、昼休憩します。これが嫁蔵が昨日作ってくれたご飯です。これを昼ご飯にしなさいと言ってくれたとっても優しいお嫁さんです。魚臭いので、ちょっと歯磨きしたいなと思います。はい、それでは休憩です。ただ今が3時20分なので、昼から動画2本編集し終わって、ちょっとヘトヘトなので、ここであのシャトレーゼの僕が一番好きなあのチョコレート、チョコレートじゃないアイスで、パリパリのチョコレートが中に入ってて、喋るとあの食べ応えがあるアイスクリームで、僕がこれ一番好きなシャトレーゼのアイスクリーム、むしろシャトレーゼではこれしか食べないという。ではジムに師匠たちと会いに行ってきます。さて行ってきます。最近昼に行ってなかったんで、久々の昼ですが、皆さんと会えるでしょうか。では行ってまいります。はい、それでは帰宅しました。今日もあのいつも通りサウナで決まってきたんですけど、サウナではですね、あの、まあ、いつも決まったメンバーがいてて、まあ、何人か挨拶する人はいてるんですけど、あの、まあ、まだそんな知らない人の方が多くて、あそこの常連さんたちはもう6年とか7年とか通ってる人らばっかりなんで、僕はまだ入って3ヶ月ぐらいなんで、新米中の新米なんですが、だから別に挨拶することもなく、普通に知らん人やなと思って見てるんですけど、その中であの阪神タイガースの話をするおっちゃんがいてて、一人のおっちゃんが巨人の岡本あかんなっていう話から入ってきて、サウナドア開いた瞬間に巨人の岡本あかんなって言いながら座るっていう感じやって、でその座ってたその詳しいおじさんが、いや打撃フォームがちょっとね変わったからね今年からねみたいな、よく聞く会話やなと思って、でどんな感じかなと思って聞いてたら、次は阪神の話になって、でも阪神も逃がした魚は大きいみたいな話で、何の話かなと思ったら、なんかヤマトっていう今横浜 DeNA にいてる選手なんですけど、昔阪神に入れて今横浜 DeNA にいてるんですけど、それが2割5分っていう、まあ4打数1安打ぐらいを毎日打ってるんですけど、それがすごいのが得点圏打率が高いっていう話してて、2割5分しかないけども、ものすごい打点もあるし、で阪神はそれを逃しちゃって、今は DeNA でショートとしてレギュラー出てるけど、あれは今年は1億から1億2000万まで多分年俸上がるで、ちなみにヤマトの奥さんは横浜やから、地元に帰れて多分良かったんちゃいますかねっていう話までしてて、すごい知ってはんなと思って、いろいろ勉強になりました。ちょっとですね、小腹が空いたので、マルちゃんラーメン
もちろん僕は何もできないので酢ラーメンです。それでは、時刻がですね7時15分になって米沢が帰ってきました。お帰り。今からジム行く？あ、なんか行ってないの？いや、夕方行ったよ。ジム行くんかなと思って。でも、やったの？まあ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 流す程度ぐらいやったら行くけど。また風呂入るの？入るね。行ったら入るね。そんな面倒くさいっしょ。どっちもいいよ、任せるわ。え、任せるわ。はい、それではですね、ただいま時刻が7時45分ということで、あれから結局ジムには行かず、もう一杯して寝たいなと思います。梅田さんはちょっと仕事で疲れてるので、明日一緒に行こうとお約束したので明日行きたいなと思います。疲れてんな。ちょっとぐらっちゃったで、多分今上にそのピンポンパンポンって言いながら、翌日行きましたって出てくると思いますが、そんな感じになってもうここで僕ら終わりにしたいなと思います。では最後はこのクリア酒で乾杯して終わりたいなと思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。